とエロスイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。エロスイではトレーナーと言わずにトリーナーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーダーの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。かなり可愛い。オーケー、じゃ
今日はここにいるみんなで同じ動きダンスを踊ってみます。というわけでポジションついてマミオッケー、キミコの選手準備と、キミコいいよ、選手もいいよ、じゃあみんなで合わせてやってみよう。選手もやるよ、いきます。初めな感じ、マジか、まずはオッケー、はい、そうだ、ここからスタート、回転はマミたち、いいね、僕らも、はい、一緒に、っていうダンス
スの合図いきます。ミックと目を合わせて、はい、守って答えてくれました、ありがとうございます。今のこのピックの回り方を見てるとすごく張り切ってるんだなっていうのが分かります。張り切ってる時は勢いよく回ってくれたり、あとはジャンプが高かったりするんです。じゃあ今度は前方宙返りやってみようか。左手を前に出して払う合図です。いきます、よく目を合わせて、今ねこれ左目が違う方向いってきます。僕の方見て、そう、はい、ここで合図を出すと、難しいやつ、ジャンプやってみます。
さっきピックが見せてくれた前方宙返りをした後にこの姿勢で戻ってこれるかいきますよ。いくよ。はい、ピック見てて。はい、これは OK で戻ってくるときに、おー、いいね、ピック、ありがとうございます。中井さん、ジャンプはすごい良かったんで練習これで終わります。はい、さあ、ただ目の前にいるだけではないんです。そのいる姿勢だらけ、いろんな工夫ができると、だって前を向いたり距離を離したりっていうことができるようになってくるんです。そのバリエーションが増えれば増えるほど、ここにいるメンバーをずっと僕らに集中し続けてくれるんです。飽きないようにっていう工夫、これもとっても大事なことですよ。さあ、では今度はもう一度合図を出して息を合わせてみましょう。4つの組が順番に合図を出していきます。2番手がガラス越し右側ルイと加藤か、3番ステージ中央のマリンと武藤で最後は練習に答えてくれました。ピックと森田にやってもらいましょう。では、どんな合図がありますか。こだわりたいのはタイミング。では、やってみましょう。左側のリーナから、リーナは答えてくれなかった、残念。さあ、ルイは水しぶきは遅いんだな。でしたけど、うまく答えてくれましたメンバー。ステージ中央のマリンをもう一度皆さんに紹介します。はい、今ここにいるのがマリンです。マリンは水族館生まれの4世のイルカです。4世というのはこのマリンのお父さん、あとおじいさんも水族館生まれということなんです。で、今一緒にいるこのマリンなんですが、世界で初めて誕生した4世のイルカでもあります。で、マリンはすごい人懐っこくて遊び好きなところがあります。でもね、少し気分屋なところもあるので、マリンが楽しいなと思ってくれないといろいろやってくれなかったりします。で、この時間は結構やる気があるみたいで、すごいね、動きとかも機敏なので、この後ね、まだ見せてないジャンプとかもあるので、そういうね、かっこいいマリンをぜひ見てもらいたいなと思います。だんだん流れちゃってね、じゃあマリン、この後ね、もっともっと張り切ってやってみようね。さあ、このショーで一番初めにジャンプを見せてくれたのはマリンの後方宙返りでした。あの後方宙返りはメンバーの中ではマリンが得意としているジャンプ。この後もそんな姿で答えてくれるか注目してみてください。それではここからは全員で連続コンビネーションをお見せします。どのペアが特に息が合っているか見てみてください。では、まずは初めに練習した1回からいきます。